はい、どうもこんにちは七夕ですす本日も数学の話題を提供していいいきたいと思います、えー、今日の題材は前回の内容の続きですね、アーベルの変形についての別称ですね。えー、線形代数の行列を使って証明、えー、をしていきたいと思います、えー。前回そのアーベルのこの公式についての説明はしたんで、えー、もういきなり証明に入ろうかなと思います。えー、もし証明 このアーベルの公式についての概要を知りたかったら、えー、前回の動画をご覧になってくださいえっ、ー、とまあこれ簡単にねそのキノコで照明ができてしまうのでわざわざ線形代数使う意味はないんですけれどもまあこれはうまく証明ができたのでえっ、ー、と行列を使ってですね照明を見せたいと思いますまあそれではそのやる準備としてですね A としてこのえっ、ー、とー 上のその部分が全部0の、えー、とそれから下三角のところが全部1の行列ですね A を考えます。で、えー、とこの行列に対して、えー、x1 から xn の数列をかけたものですね A というものに対して行列 x1 から xn を、えー、とかけたものはこれどういう数列になるかっていうと。 1×11111 ってなってるので,で全部最後は1が続いてる数列なんですね。でこれに x1 から x2xn っていうふうにかけていくわけですからこれえっ、ー、と行とこうかけるわけじゃないですか。こうかけるわけですよね。だからえっ、ー、と最初は x1 になるわけです。 で次は、えー、と2番目こことここをかけるので x1 たす x2 になるわけです。で、えー、次は x1 たす x2 たす x3 になるわけです。えっ、ー、と3番目までずっと1なのでつまり x1 とこれかけて、x2 とこれかけて、x3 とこれかけて、えーと、あとここ全部0なので、えっ、ー、とこれだけは残るってわけですね。ねというわけで 最後は x1 から xn までの和になるわけですつまりこれどういうことかっていうと s1 から sn までができるということですいいですかねでえっ、ー、とつまり a の x1 から xn までのこの行列のお一次変換の、えー、と像が s1 から sn になるということですいいですかねで えっとこれ x1 ってえっ、ー、と s1 ですよねで x1 たす x2 が s2 なのでこれツーに x2 について解くと s1 マイナス s2 マイナス s1 っていうふうにできるわけですでえっ、ー、と x1 たす x2 たす x3 が s3 なので x3 はっていうと s3 から s2 を引いたものですね。まあ、こんな感じで、えー、xn ヌで全部ス解けるんですよ。これ xn は、えーと SN、s n マ s n ス1っていうふうに、えー、と解くことができるわけです。とするとこれどういうふうに、えー、と考えたらいいかっていうと、まあ、逆比率がこう簡単に計算できるってことですね。 これ解けるので、この s と sn について今度そのえっとまあ要するに b に b として s に対して何をかけたら x になるかというのを考えたものが逆,逆行列になるわけですよねこうなる b が逆行列なんですけど b としてこれが取れるってわけですこの式を見ると 1>, えっと、1, 1, 1対角線に1が来て、えー、すぐ下にス1が来るこういう行列を考えるとあと全部0です。0を考えるとえっと S1 からまあこの B に対してですね S1 から Sn をこうかけるとえっとこれも同じようにここかけるここなので。 最初は S 1になるわけですでここかけるここなのでえっ、ー、とここは s1-s1+S2 になってえっ、ー、と x2 になるわけです。いいですかえっ、ー、とでここは -s2-s3+S3 ってなってまあ最後は -sn-1+Sn SN になりますよね。まあ、こんなになって 結局、えー、とどうなるかっていうとこれ x1 から xn になるわけですよこうやってだからこの b がちょうど、えー、と a のインバースに与えてるってことがわかるわけですつまり b が、えー、と a インバースってことですねちょうど x1 から xn の像、えー、に対する この逆像が与えられているの B で与えられているってことは逆行列ってことですよね。いいですかでさらにその、えっと、A インバースの点値が点値が、えっと、点値の A インバースになる点値のインバースになるっていうことにも注意してこれに注意してくださいね。これに注意すると、えっと、こんな変形ができます。X から y 数点点点の xn,yn N という式はこれはえっとそうですね x, x をえっと x1 から xn とそれから y を y1 から yn とこんなふうにえっと行列表示まあ縦ベクトルでもいいですね 表示すると点値の Y と,、えー、と X の行列の積になりますよねえっ、ー、とまあ一応これ行列と思ってくださいで点値の行列を考えたらこの内積にみたいにな,るなりますよねで、えー、と点値の、えーと, X y、と X の間に a インバースと a を入れますこうやって。 で a の x はえっ、ー、とここで見た通りこれになるわけで sn になるわけですだからここの a の x っていうのはえっ、ー、と s1 から sn になるっていうことに注意してくださいで前の部分がえっ、ー、と要するにこれが sn になるのでこれが sn になるので前の部分が回差、えー、になっているってことですねつまり えっと yn-1-yn っていう形になるんだっていうことに注意してください。その方向で証明をしますつまりこれを、えー、さらにどういうふうにするかというとえっ、ー、と点値の点値の a インバースとかける y ですね。これ点値するとその、えー、と逆になっちゃうので。 えっと、そのだから、えー、こんなふうになるわけです。いいですかで、えー、っとその点 A を点知してそのインバス取ったものはインバスを点知したものに等しいのでその、M、インバスでて B のことですから B を点知して、えー、っと Y をかけたものに等しいわけです。だから えっとどうなのかというと点値のえっ、ー、と A インバースこれですねこれ A インバースが B ですそれの点値をえっ、ー、とここに入れますつまりえっ、ー、と B の点値をここに入れるってことですねつまりえっ、ー、と B は本当は111で下にマイナス1がついてたけれども、えー、点値をしてるので、えー、マイナス1が上に来るんですねこうやってねで それとえっ、ー、と y をかけたもの y1 から yn をかけたもののえっ、ー、と全体の点値ですね。と ax の積という形になってそのえっ、ー、とここの部分を計算するとここの部分を計算するとえっ、ー、と点値の行列の えと上から見るとですねこれどうなるかというと,、えー、と y1-y2y2-y3 てんてここはずっとその解差が出てきて最後だけ yn が出てきます。それの点値と ax の積ということになって ax は。 えっと、S 一から Sn でしたよね。だからここは、えー、S 一から Sn になって結局この式が出てくるというわけです。この式に等しくなりますよね。この式というのはこれと全く同じですよね。というわけで、えっ、ー、とまあこの式のええー、まあこのこの式をこう欲しい という,ふうにするとこの式は星の、えー、右辺ということが言うことができて証明が完了するというわけです。いいですかね。えっ、ー、と天値を取ってるっていうのでまあ、結局本当はねこういうふうになってるわけです。Y 1 y 2それから y2-y3:/yn と s1 から sn の積という形になっているので結局 s1×y1-y2 足す s2 の y2-y3 足すの最後は sn の yn と。 という式にえー、っとできるよっていうわけですね。まああの最後ここの左辺であのまとめちゃいましたけど、なんだかんだ言ってこう書いておきました。まあこんな感じでえー、っと証明が完了するわけです。行列の計算ね、えー、慣れておくとえー、っとまあこういった証明もできるかなと思いますんで、えー、そうですねまあ、うんまあ逆行列を求める

それが逆行列になるっていうわけです、まあ、あの四次展開4次行列を使ってね、えっと、逆行列を結めるっていうのは現実的ではないのでその連立方程式が解けるようなものであれば逆行列に逆に求まるわけですから、えー、その方向でいくというわけですね。で、えっとまあ、それを中に挟んであげたっていうだけです。まあ、やってることはねあの非常に単純なことなんですけれども。 これでうまく証明ができるっていうのはまあ線形代数の強みであるっていう感じがしたので紹介をさせていただきました。はい、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。